はい。 今回はですね、え虚栄中と、ま、糸満事件について、えちょっとお話ししていきたいと思います。えま、気になる方、えよかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、ま、リスナー様から、この、ま、あの、虚栄中っていう人ですね、この人についてご意見をいただいたんですけれども、ま、あの、ま、難しいんですね、これ。あの、ま、何が難しいのかっていうと、ま、この、ま、糸満事件っていうのも、ま、難しいんですが、えこの、ま、糸満事件のですね、ま、背後に、 まあ人がいるんじゃないかというのをまあ昔から言われていて、えー、まあそこがこう、まあ、な何て言うんですかね、調べてもこう分かりきれない、えー、まあ探りきれないというところがまあ,あるんで、まあ、そこら辺をちょっと考えていきたいと思いますので、えー、今回もえよろしくお願いいたします。 まず、ですねこの共栄中という方は日本人ではなくね丸日ということで日本と韓国をつないでいたという過去があると共栄中というのは昔ね半グレだったわけですよ半グレを仕切っていたと日本と韓国とかをつないでいたというのかな丸日ということでつないでいたんですがその時にですねこのおそらく 大谷隆義っていう人と多分出会ったんですね、まあ、そこら辺かどこら辺かわからないんですが、えー、おそらくこの共栄中が引き上がっていったのは、この大谷隆義っていう人との多分出会いなんじゃないかと、まあ、僕は思います、このですね大谷隆義ってまあ何者かっていうことなんですが、自民党清和会の大物ですね。 このなんでこの自民党政和会を、えー、突然、えー、言ってるのかっていうとおそらくこの糸満事件の背後にはですね、えーまあ、自民党政和会 が考えられるなんでそんなことが考えられるのかっていうところがま非常に難しいんですがまあの今回は別に糸満事件を中心に話すわけではないんでま糸満事件についてまざっくりまお話ししてままあこういったことが気になるんですよねっていうことをちょっと考えていきたいと思います糸満事件の黒幕、これていうのは誰なのかと。 そしてこの糸満事件でですね巨額のお金がこれ消えてるんですがこれがわからないんですよねこれがこの、えー、まあ最も難しいというところなんですよもちろん僕もね当たり前ですがわかるとかっていうことはないんですがまあこうかなと思う、えー、っていうことをちょっと考えてというか、えー、お伝えしていきたいと思います糸満事件というのはまあリスナー様は聞いたことあると思うんですがまあ もし,もしご存知でなかったらお手数ですが、ねまあ、調べていただきたいと思うんですがこの糸満事件でですねこの共栄っという人物が、まあ、活躍、暗躍したということなんですが共栄中がですねこの偽物の絵を売って数千億というお金を、えー、儲けたんですよね糸満、うん、事件で共栄中が数千億の、えー、偽物の絵を売って、まあ、お金を儲けたとでおそらくこの偽物の絵がね山口組から回ってきたんじゃないかって いいうことが言われていますで。先ほど言いましたが、競栄中の背後にはですね、大谷隆義という自民党政和会のまあ人間がいたということが言われているので、このですね、糸満事件のまあ最大の,このまあな謎とされていることがあるんですが。 この虚、ま、栄、あえー、中とあの伊藤精密ていうのかな、それが、えーまあ、要するに糸満事件で設けた、えー、偽物への,の,、まあの数千億円というお金が、えー、消えてるわけですよ、この金、どこ行ったんだっていう話ですね、数千億の金が消えるわけがないんですよ、普通に考えてね、でこの糸満事件の、えーまあ、難所と言われているのが、まあえー、この数千億円のお金なんですよね、このお金が、まあ、消えたと、この偽物の絵を、えー、売ったことによってす、えー、数千億円ですね、すみません。 数千億円の、えーまあ、お金が消えたと、この消えたお金はどこへ行ったのかということを考える際に、えー、先ほどのこの共栄中の背後関係ですね、大谷隆義、えー、という自民党政和会、えー、つまりのこのお金が、まあ、数千億っていう、分かりませんが、はっきりとした額が、えー、自民党政和会に行ったんじゃないかという、えー、可能性がありますよね。 糸満事件の背後にはです、ね、この自民党政和会がまあいたっていうそういうい話、ね、これっていうのもまあ諸説いろいろあってすごく難しいんですが。 竹下をを潰すす。こことと目的にしたんんじゃないかっていかうことも言われてるんです糸満事件というのは複雑に、ねまあ、いろんなことが言われているんですがその住友銀行が、まあ、どうでこうでと言われているんですがそういう表向きのことではなく裏でいろんなものが動いていたと当然ですがこの共栄っというのは表と裏に深く関与していた可能性があるということで。 イトマン事件のこの難所っていうのは裏側の動いてた部分、ここが見きれないということです、ね、なかなかでこのよく話に出るんですが、実はこのイトマン事件というのは住友銀行が仕組んで住友銀行が犯人なんじゃないかっていうそういった考えもあるんですが、これもねまたややこしいことおそらく違うんですよね。なんでかってこの住友銀行のまあ人間なんていうのかな発見された人間でこのイトマンにね不正な融資を何回も繰り返した人間が 東京地検特捜部にこれ逮捕されてるんですよでこの東京地検特捜部が動き出したということからこの事件というのは背後にアメリカ CIA がいることが考えられます東京地検特捜部とか公安警察が動くっていうのは基本的に CIA の案件なんでつまり イトマン事件というのは表向きいろんなことが言われていますが、おそらくですが、はっきりと語られないんですが、裏で自民党政和会とアメリカ CIA が何かしら暗躍していたと、でそのお金もいくらかというのは分かりませんが、その数千億円という消えたお金がこの自民党政和会とかアメリカ CIA に何かしらの形で流れていたで、そういったことを全て隠そうとしていた、そういった事件であることが考えられるということですね。でこれが、まあ、言っててししまえば事件のすごく裏側であり、まあ、その共栄中に関して えまあえー、気になるところかななんていうことを思います、でまあえー、今回はね、ちょっとそのこの虚栄中っていうことなんで、まあ、もうちょっとだけそれをは話してみようかと思うんですが、虚、え、栄、ー、中っていうのは現在どうしてるのかと、あと虚栄中っていうのはいろんなことを言ってるんですが、まあえーまあ、やはりその裏社会の人間ということで、まあ、話す内容がまあちょっとまあいろんなことを思うんじゃないかっていう、そういうことをえちょっと考えていきます。虚栄中っていうのは2013年にすでに出,出所してるんですが、その後、はっきりとわからないんですよね。 うん、国に帰ったのかなとかって言われてるんですが、まあ、それ以上っていうのはもう全くわからない。2013年に出所してるっていうことまでしかわからない。で、えー、この共栄中っていうのはこの何て言うのかな？ま半、あ、グレであったりまあ、悪さっていうかをしてるんですけど、まあこの人のまい、あ、うことで、まあ面白いっていうかえー、まあ、そうか。あのまあ、そうなのかって思うことがあったんで、そのことをちょっとね。あのまあ、えー、お伝えしていきます。お金に反し関しての発言なんですが。金で。で 態度ととと返事が変わらないのは1しかいないいいいのしかうことを共はやってるんですねでもう一つ、え金は大気中に浮いているもので空気のように誰でも自分のものにすることができる、え問題はそれをどうつかむかだということを言っているんですね、さすがにこのやはり、ね、偽物の絵を糸満、えー、事件で驚愕打って、えー、何千億円という金をまあ動かした人間なんで、その中でねいろんな人間関係を、えー、見たことだと思うんですよ、その金によって態度が変わる、返事が変わる人間を見てみ,見てみたりとか、まあ、金をつかみかけてね、まあ、どうとかっていうの のこと、うん、でまあある種というか、まあすごい人ではあると思いますよね、ただ、え皆さんも思っているかもしれないですけど、糸満事件のえ黒幕背後には、この虚栄中に後ろに人がいたんでね、え自民党清和会だったり、アメリカ CIA だったりという可能性がえまあ、考えられるということです。 まあ本当、ね、この共栄、えー、中が言っているようにほとんどの人間というのはお金で態度も返事も変わるという多分そうでしょうし目の前に大金がボーンと出てきたら、うんでまあ、金というのは、ね、その掴もうと思えば掴めるけどどうするのかというような話を、まあ、語るんですが糸満、ねまあ、事件という、まあ、政治と8 9んが、ね、密接に、えー、深く関係していると言われている糸満事件、えー、そこにです、ねえーまあ、関与していたこの共栄中という人間が、えーまあ、話す話というのはまあ説得力というか you <laughs> なんとかっていうかいろいろ思うことが、えー、ありますよねっていうようなことで、えーまあ、ちょっと今回はね、いろいろ調べたんですけど、えー、すみません、なんか、ど,どういうふうにあの話していいか分からなかったんで、一応まああの、その共栄中を中心に、まあ、リスナー様が、えーまあ、気に入っているか、えー、関心を持っていただきそうな内容は、えー、このような感じなのかなっていうことを思いながら、まあ、ちょっとあの僕なりにあの思うところをお伝えさせていただきましたということで、えー、今回のコンテンツ、えー、ここで終わりです、えー。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼いたします